ジェームチュクは、ソ連ロシア連邦の国境警備官である。官名は、真珠の意味。中国語の、チンダマの音社に由来する。1972年3月28日、ソ連国家保安委員会の1124、設計によって建造される、工場番号第711号艦が、タタール自治ソビエト社会主義共和国の、AM 合力記念ゼレノドーリスク造船所で、寄港された。 翌1973年1月14日には、浸水、1974年1月18日付で、KGB の海上国境局に登録され、第711号艦は、ジェームチュクと命名された。1973年の夏には、内水システムを経由して、バレンツ海、コーラ湾に面した、ムールマンスク州クフシームスカヤサルマに引き渡された。ジェームチュクは、 同地において海上公務を実施した。1974年8月30日に試験が終了すると北方国境警備官軍事官区、北西国境警備官区に配備された。ジェームチュクは200海里排他的経済水域の警備任務につき、コ羅ラ半島周辺のバレンツ海で行動している。ソビエト連邦の崩壊後は所属がロシア国境軍に変更された。 1995年10月4日には売却、解体のために除籍され、2月1日には解体作業が実施された。ありがとうございます。